気づきと癒しのメッセージはずきなラジオ心の扉みなさんこんにちははずき光栄ですはずきなラジオ心の扉今日のテーマは今です今明日があるさと言いたくなる気持ちはわかりますが本当は今 しかないのですあなたは「明日」という日を実際に体験したことがありますか寝て起きたら今日明日明はないというのが偽らざる事実です明日という未来に向かって夢や希望を描いて明確なビジョンを持つことは大切です ビジョンがが描けなけななれば夢が現実化することは永遠にないでしょうしかし仮にどんなに素晴らしいビジョンが描けたとしてもそのビジョンの種を植え育てていくのは今しかないのです今実際に土を耕し種を植え水をやらない限り永遠に種は育ちませんし 花も咲かなければ実を結ぶこともありませんこの三次元において肉体を持つ限り私たちは今ここにしか存在できません同時に2か所で存在することはできませんし今日と明日を同時に生きることもできません三次元の地球という星において私たちの実在のエネルギーが ある場所は今ここしかないのです明日の幸せのために今を我慢して自分の本心に嘘をついて歯を食いしばって頑張って生きていくのも悪くはありませんがそれで明日幸せになれると思うのは単なる幻想にすぎません。今幸せを 感じられない人は永遠に幸せを感じることはできませんまだ見ぬ明日に幸せを託してみても永遠に明日はやってこないのです幸せは今にしかなく明日の幸せは絵に描いた餅にすぎません今日は今をもっと意識してみましょう今。 何をしたいのか今何を感じているのか今の自分としっかり向き合ってみるのですその上で今目の前にあることに一生懸命真剣に取り組んでみましょうするとあなたの今が輝き始めます些細なことで良いのです今を感じ今に集中し今ここを 積み重ねていくことですあなたの今を精一杯輝かせることそれが明日という未来への夢の種を育てていくための唯一の方法になるのですはいそれではここからは「今」ということについて解説していきたいと思います過去は 記憶の中にだけあるものです。未来は妄想や幻想の中にしか存在できません。寝て起きたら今日、明日明はないというのはまさに事実です。過去を私たちは生きてきたと思い込んでいますが本当に過去を生きてきたことを証明することはできるでしょうか 写真がある、昨日やり取りしたメールが残ってる卒業アルバムがある両親や兄弟が過去のことを古い友人が過去のことを思い出話をしてくれるそれによって私たちは過去があると思い込んでいますがでは実際にその過去を今ここで体験することはできるでしょうかこれは未来も同じですあんなことをしたいこんなことをしたいこういう未来を望む もちろんそれは自由にできますがではその未来を味わうのはいつでしょうかどこでしょうかそれは本当の未来でしょうかい,いえそうではありませんそれが実現したらその時が今なのですつまり今は過去から見るともちろん未来であり未来から見ると過去ですが実はそれは 時間という概念の中で限られた単なるイメージの問題で私たちが実際この肉体を持って生きているのは今今今この今の連続でしかないということをぜひ覚えておいてください日本人は場所と時間を同じ「間」という言葉で表していますつかの間だったり 間間に合うとか間に合合ううととかかわないとかいうのはここれは時間のことですね今であったり床の間であったり茶の間であったりその「間」というのはこれは場所のことですよねその同じ「間」という言葉で時間と空間を表しているというのはこれは日本語の大きな特徴で実はここに日本語の真理が隠されていると言ってもいいかもしれません。つまり間という このの言葉の中に時間も空間もも空折りたたまれている。つまり日本人はこの「間、ま」という言葉を使うことによって時間と空間が同じものであるということを感覚的に分かっているのだと言えるのではないでしょうかそして「今、ま」「今、ま」という言葉を使っていますね「今、ま」とは命の,の、ま「間」つまり命がある時間と空間のことを「今、ま」 と呼ぶのでではないでしょうか。私たちはそう今にしか生きられないのだということをここでもう一度きちんと認識しておく必要があるのではないでしょうか今幸せでない人は未来ももちろん過去も幸せになることはできませんそもそも幸せになることはできないのですね幸せはあるだけです 今自分が幸せであると思えるかどうかそれが幸せの定義だと言えるのではないでしょうか未来のために我慢することは我慢の未来を想像することになるだけです今に丸をつけなければ過去も未来も丸をつけることはできません逆に今丸をつけていれば今に続く過去はその今の丸に続く全ての丸が 積み重なったものというふうに捉えることができますし今丸であればその丸をずっと同じように置いていけば未来も当然丸になるということですその仕組みをぜひ覚えておいてください今今今私たちは今ここにしか存在できないのです今を大切にする今に集中する今幸せであると気づく それが今を生かす方法だと私は思います。参考にしてみてください。ありがとうございました。はずきこうえでした。